在日フィリピン人は日本に在住するフィリピン共和国の国籍を持つフィリピン人である。日本に帰化したフィリピン人及びその子孫のことはフィリピン系日本人という。2019年12月末時点で28万2793人を数え在日外国人としてはベトナムに次ぐ第4位となっている。日本でのフィリピン人の歴史は古く、 すでに在住者の大半が永住者や定住者となっており、日本社会に溶け込み、日本国籍を取得しているものの、少なくない。また、国際結婚の多さから多くの二世を生み出しフィリピン系日本人として、日本の各界で活躍する人も多い。こういった日本国籍を持つフィリピン系日本人の数は統計はないが、相当数の数になると思われる。 2019年12月現在、日本に中長期に滞在している民間のフィリピン人は28万2798人で、ある。そのうち永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等が16万5470であり、それ以外のフィリピン人が11万7328人で、ある。男女比は30対70であり、圧倒的に女性が多い。 年代別で多いのは40代と30代であり、60代以上は約9000人。在日フィリピン人の大半は就業制限のない、永住者及びその家族、日本人の家族や定住者である。制限のある在留資格としては、技能実習35,874人。2020年のフィリピン人労働者は184,750人だった。 2015年の就業産業は製造業、宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業、サービス業、医療、福祉、農業、建設業、生活関連サービス業、娯楽業が多かった。在日フィリピン人の居住地域は関東地方、中部地方、近畿地方が多い。家族の同伴率は1%で世界平均より低い。一方、 日本人の配偶者のフィリピン人は13%で世界平均の約2倍である。初期の例としては太平洋戦争中日本軍占領下でのフィリピン独立に伴い日本の大学で学ぶために来日したフィリピン人学生がいる。1960年代までフィリピン経済はアジアの優等生と呼ばれていたがその後は長期低迷した。国内に仕事がない。 フィリピン人は中東の産油国に出稼ぎに行って働いていたが、石油価格の低迷により締め出されてしまった。ちょうどその時、円高で日本円の価値が上昇していたために、フィリピン人はニューカマーとして日本を目指すようになった。フィリピンで暗躍していた日本の暴力団はフィリピン人に仕事を斡旋して、積極的に日本に密入国をさせた。 その結果1983年の在日フィリピン人は7516人だったがバブル景気を経て1989年までに約5倍の38925人に急増した。1987年に不法就労で強制退去させられたフィリピン人は8027人で全体の7割を占めた。そのうち約七割は女性であり、いわゆる ジャパユキさんだった。フィリピン人女性は、フィリピンパブなどの風俗関係に従事しており、1988年に風俗関係事犯で捕まった、フィリピン人女性は588人だった。1992年の在日フィリピン人は62,218人だったが、1995年に74,297人となった。この頃、ルビー・モレノが、 テレビや映画で活躍した。国際結婚が増加し、1995年に日本人男性と結婚したフィリピン人女性は7188人、フィリピン人男性と結婚した日本人女性は52人だった。一方、1995年までにフィリピン人の不法残留は41122人に、 なり、刑法犯は1990年の328件151人から633件301人に倍増した。不法就労も続いており、1995年に雇用関係事犯で捕まったフィリピン人女性は204人であり、風俗関係事犯で捕まったフィリピン人女性は166人だった。 2000年の在日フィリピン人は1995年の約2倍の14万4871人に急増した。この年、工業の在留資格で新規に入国したフィリピン人は6万455人だった。一方、2000年のフィリピン人刑法犯は375件241人であり、不法残留は3万6379人だった。 雇用関係自販で捕まったフィリピン人女性は93人であり、風俗関係自販で捕まったフィリピン人女性は181人だった。在日フィリピン人はその後も増加を続けたが、2005年に人身売買を防止するために工業ビザが取りがたくなった。そのため、在日フィリピン人は一時18万7261人に減少した。しかし同じ頃に、 国際結婚はピークを迎えており、2005年に日本人男性と結婚したフィリピン人女性は1242人、フィリピン人男性と結婚した日本人女性は187人だった。そのため、在留人口は翌年からは回復し2009年まで増加を続けた。日本政府は2008年にフィリピンと経済連携協定を締結し、一定の要件を満たす。 フィリピン人の看護師、介護福祉士候補者の入国を認めた。またちょうどこの頃、1980年代後半に日本人と結婚して生まれた子供たちが成人を迎えており、中には秋元さやかのように芸能界で活躍するフィリピン系日本人もいた。しかし2000から2005年頃の在日フィリピン人の高校通学率は在日外国人の中でも低く、 3から4割前後しかなかったという。また2009年頃の神奈川県川崎市では、生活保護を受ける在日フィリピン人が2841世帯あり、そのうち約8割が母子家庭だったという。そのためか、フィリピン人少年の警報犯は2006年に100人を超え、2009年の202人をピークに2014年まで連続して100人を超えた。 川崎市では後に少年による殺人事件が発生し、フィリピン人指定の生きづらさを指摘する声が上がった。2010年にフィリピンの海外で稼ぎ労働者は米国などからフィリピンに213億ドルを送金した。在日フィリピン人は2010年に一時21万181人に減少したが、2015年には22万4048人に増加した。 一方、2010年までに、フィリピン人の不法残留は12,842人になり、刑法犯は442件464人、雇用関係事犯などの特別法犯も含めると1,128人になった。少年の刑法犯は137人で窃盗など行っていた。2014年のフィリピン人の犯罪はキス万引き。 占有物離脱応量罪が多かった。なお2012年以降の統計は、計算方法が変わり、短期滞在や公務を含まなくなったので、2011年以前の統計と単純比較できなくなった。ちなみに2015年の総在留フィリピン人は235,928人で、ある。一方、2015年までに、フィリピン人の不法残留は4,991人に、 なった。ありがとうございます。